2006年作詞家不詳の A Thousand Winds のカバー曲千の風になってが大ヒットし、一躍有名になったテノール歌手秋川秋山雅史さん。ピアノ講師の妻との間には2人の子供を設け、英才教育を受けさせたといいます。今回は秋川秋山雅史さんの息子と娘について調査しました。動画内紹介する画像や引用の詳細は概要欄の明日ネタ元記事をご確認ください。第1章、息子風雅はピアニストで慶応義塾大学生。秋川秋山雅史さんの息子は風雅さんという名前でピアニストとして活動する傍ら、2023年から慶応義塾大学に通っています。このことは慶応のメディアサークルが発行する慶応塾生新聞に風雅さんのインタビュー記事が掲載されていることからも間違いないと思われます。風雅さんはこのインタビュー記事で父を超えるという野望があるということを明かしています。3歳からピアノを始めたという風雅さんは、その年から毎年東京の渋谷にある白樹ホールにてソロリサイタルを開いているといいます。6歳で日本フィルハーモニー管弦楽団と共演し、モーツァルトのピアノとオーケストラのためのロンドを演奏したのだとか、12歳の時には東京交響楽団とショパンのピアノ協奏曲第1番を演奏した上に、ベートーベンの交響曲第7番を指揮したそうです。その後も活躍は続き、日本シンフォニーとともに13歳でラフマニノフピアノ協奏曲第3番、14歳でチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、17歳でプロコフィエフピアノ協奏曲第3番を演奏するなど、着実に実力を高めてきました。その活躍は日本国内のみにとどまらず、世界の舞台でも実力を発揮し高く評価されているそうです。イタリアで開催された国際コンクールチャンピオンズキーボードではベートベン部門で第1位を獲得。ハンガリーで開催されたホロビッツコンクールでは同大会最高位となるフェリックス・ブルーメンフェルト記念賞を獲得しています。このように若くして多くの功績を挙げている風雅さんがピアノを続けてきたモチベーションの一つには、父を超えるという野望があるといいます。父秋山雅史さんのようにずっと音楽を勉強していきたいと思っているそうで、ずっと父の背中を追い続けたいとも語ったそうです。秋山雅史さんは日本人の声楽家としては1、2を争う有名人で、実力も兼ね備えていますから、なかなかに高い壁のように思えますが、彼の遺伝子を受け継いでいる風雅さんがその壁を越える日がいつか来るかもしれません。子供は親を超えていくものだと言いますし、風雅さんはまだ若い大学生です。彼のこれからの活躍からまだまだ目が離せませんね。第2章、息子風雅 YouTube でピアノの腕前を披露。秋川風雅さんは幼少期から音楽に慣れ親しんでおり、3歳で始めたピアノは世界的にも高く評価されているといいます。風雅さん自身もピアノの腕前には絶対的な自信を持っている様子で、自らのピアノの持ち味は超絶技巧とパッションだと語っています。専門家に認められることと素人に好まれることの両方が大切だと考えている風雅さんは、どれだけ音楽に魂を込められるかということに重点を置いており、それが得意なのだそうです。若くして世界の舞台でピアニストとして活躍している風雅さんにはオフィシャルウェブサイトも存在しており、そこから様々な情報を発信しています。風雅さんご自慢の超絶技巧と魂が折り重なった演奏のいくつかは、オフィシャル YouTube チャンネル AKIKAWAFUGA で公開されています。バッハの楽曲を次々と編曲したピアニストフェルッチョ・ブゾーニのシャコンヌも演奏していました。ピアノという楽器の可能性を最大限に生かすことができるようにアレンジされたこの曲は、ピアノコンサートでは定番の一曲となっています。冒頭の優しくもしっかりとしたタッチから始まった演奏は次第に激しさを増していき、目にも止まらぬ速さの指使いに、中盤のスローペースから徐々にペースアップする局面では明るく軽やかでありながら力強さを兼ね備えた演奏を披露。彼のピアノに込められた魂はクライマックスまで衰えることなく、17分近くにも及ぶ演奏を見事に締めくくりました。
また一般社団法人全日本ピアノ指導者協会の公式動画にも登場。こちらでも素晴らしい演奏を披露していました。18歳の風雅さんによる演奏は堂々たるものですよね。これほどの演奏を披露しているにもかかわらず、AKIKAWAFUGA のチャンネル登録者数は2024年現在1140人ほどとなっています。チャンネル開設後5年以上経過してこの人数というのはやはり少ないと言わざるを得ません。各動画のコメント欄には日本人からのコメントは少なく、外国人からのコメントが多いようです。コメントはおおむね肯定的なもので占められていますが、動画の再生回数を見ると1万回を超えているものは2本しかなく、まだまだ発展途上といったところでしょうか。父を超えるのはもう少し先のことになりそうです。第3章、娘が学習院に通っている噂はデマ。秋川秋山正史さんには娘さんがいるのですが、彼女の情報は全くと言っていいほど何も公開されていません。情報といえば、秋山正史さんと親交が深い神田うのさんが、娘さんは風雅さんの妹であることを語っていたくらいです。そんな謎に包まれている娘さんについて、学習院に通っていると噂されているようですが、信憑性は高くないのではないでしょうか。というのも、兄、風雅さんは幼い頃に慶応義塾幼稚舎に通っており、大学までずっと慶応義塾です。裕福な秋川家に生まれた幼い2人兄弟のうち、兄は慶応義塾で妹は別の教育機関に入れるなどということは、少し考えにくいのではないでしょうか。不確定ながら、娘さんも慶応義塾幼稚舎に通っていたと言われています。慶応義塾は幼稚舎から大学まで一貫教育を提供していますので、いじめによる転校など特別な事情でもない限り、成長してからも慶応義塾に通っていると考えるのが妥当ではないでしょうか。娘さんの情報自体がほぼ何もないため、正直、本当のところはよくわかりませんが、裏を返せば学習院に通っているという根拠も全くないということになります。学習院というワードの出どころすら定かではありませんので、眉唾物と言えるでしょう。